どうも皆さんこんにちは、ハルティです。ということで今回はゲーム発展国ダブルプラスか、なんだこれ、なんて読むんだ、プラスプラス、ちょっとよくわかんないけどやっていこうと思います。最初からということでこちらですね、まあ、どういうゲームかというと、まあ、ゲーム作って会社をでっかくしようっていうゲームです。とりあえずですね、もう多分コメント欄に書かれるんでもう先言っちゃうんですけど、某 UZ さんに、触発されてやります。はい、ですがもう先にお断りしておきますが、絶対に実況はその人よりつまらないです。お願いしますもうね、絶対比べられるから、もうあらかじめ言っとくけど、もう面白くなるはずがないから、俺があの人より。だからもうその辺はもうね、ただこのゲームを楽しむという姿勢だけは、評価していただきたいなと、まあ、そういう気持ちでやっていこうと思います。まず会社名ですね、会社名はですね、ちなみに僕その人の動画はまあ最初のところだけ見ました。このなんだ、今ピコピコ物産をホカホカ弁当にするところだけ見ただから変なね、事前知識とかないんで、初見プレイで、できるかと思います。じゃあ会社名はですね、じゃあ俺なんか将来やっぱり社長になりたくて、小2ぐらいの時で、まあ、将来じゃあ会社の名前何にしようかなってなった時に、俺パイナップルにしようと思ったのね俺パイナップルっていう名前にしてたら絶対でっかくなんじゃねえかって思ったの。なんとなくやっぱりガーファなんて言われてるけどさ、やっぱもう時代はね、ガッファだね、やっぱり時代はということでやってみましょう。カウィンド、こんにちは。檜山秘書子、お前いじめられてそうな名前。これからパイナップルの秘書を務めさせてもらう檜山秘書子と申します。お願いします。もうやっぱりね、これから大企業になるからね、もうその辺の責任もなんか重く受け止めてほしいんですけど、初めての方もすでに私のことをどこから知ってる方も、今後もうどこから知ってる方いんのかなこいつそんな有名人なのかな、わかんないけど、今後は人気ゲームを出すためにサポートさせて、なるほど、日本ゲーム発展大賞を狙って一緒に頑張りましょうと。つまりこれが、まあ、要するに全国のあれなのか、日本ゲーム大賞を目指すと。まずは社員が少ない、なるほど、雇用ね、エンプロイメントね、なるほど。じゃあ、メニューから、あ、開発社員行動情報システム。パイナップルちっちゃい、でもなんかすげえできそうなやついない、なんか真ん中にサングラスの、こいつ確実にできるでしょ。それでは社員、雇用する、雇用しましょうか。じゃあまず、1年目4月1週、5000万円今評価あるのね。ネットで募集めちゃめちゃかかるね、ネットで募集。知り合い経由は安いんだ、まあ、とりあえずは知り合い経由でいいんじゃないかな、なんか知り合いの有能なやつを。早速私は社員の、お願いします。いい人が見つかったら、おお、なるほどなるほど、これマスト。でこれ基本何すんの、俺全然わかんない、どっこいしょお前、なんかお前独り言でどっこいしょってなかなか痛いぞそいつ、お前なんか周り全員無視してるぞ。行動何があるんだ、宣伝広告、アイテム使用、席替え、席替えなんてあるんだね。へえ、ちょとりあえずいろいろ見てみますか。これなんかチュートリアルとか何もないけど大丈夫、開発しますか。とりあえず新規企画打ち出そうか。新規に開発するゲームの企画書をまとめます。なるほど、ジャンルと内容は決定機を押すと、なるほど、ハードジャンル、なるほど、これで選べんのね。でこれでゲームをバズらせると、もう任しといてください。僕もゲーム実況者なんでね、もう言うて何が売れるかとか分かるから。開発ハードはパソコンゲーム、100万。あ、やっぱあれなんだ、ハードがちゃんとこのゲーム専用のハードだとやっぱ高くなるな、やっぱライセンスがあるからね。パソコンは安いと、多分俺思うに最初やっぱ手堅く、ちょっと様子見でね、ちょっとパソコンゲームからいってみようかな。俺そんなちゃんと俺安定志向なんで、とりあえずはなんか安いところから、リスクはねあんまり背負いたくない。で、ジャンル選択、人気、テーブルゲーム低い低い低い、パズル低い、これしか選べないんだ今は。費用500万で、アドベンチャーない、人気低いの。まあ、じゃあとりあえず人気がとりあえず高いパズルいってますか。パズル、内容、何これ、埋蔵金、何これ、どういうこと、なんかその内容出てくるものってこと、ドラクエだったらドラゴン出てくる、ドラクエ言うてドラゴン出てこないんだよタイトル先なんだよな、言うてドラゴン出てこないんだよね、言うて神とか魔人、なんか魔王とかなんだよな。ジャンルはですね、まあ、とりあえず人気高いの選んどけいいのかな、これ。ゴルフのパズルゲームってちょっとなんか異色すぎるけどな動物パズルなんてどうよ、動物タワーバトルって今俺ゲーム思いついたんだけど、なんか動物を、リアルな動物を積み上げていって対戦するってめっちゃ面白そうじゃん、今思いついたんですけど、これパクんないでくださいね。開発方針、速度優先、はいはいはい、費用、なるほど、予算増額、速度とクオリティを両立する。でなんか一回さ、めちゃめちゃ本気で作、まあ、とりあえず様子見で、まあ、とりあえず通常でいいかな、とりあえずこれ一回様子見、様子見でどんなになるのかっていう。方向性、え、何これ、あ、なんかこんな触れるの、親しみ、あ、なんかいろいろ触れるんだね、へえ、なるほど。まあ、とりあえずはやっぱ今の時代ね、やっぱスマホでささっとできる、あ、これスマホじゃなかったスマホでささっとできる手軽さが重視とかなんか言おうとしたら、これパソコンで作ってない全然手軽じゃねえや。どうしようかな、待って待って待って、これさ、なるほど、こうやって移動するの、なるほどなるほど。とりあえず親しみ、可愛さ、世界観、リアルさ、マニアック、まあ、リアルさ
リアルな、やっぱちょっと今さっきの企画なんですけど、やっぱリアルなね、動物という一見可愛いと見せかけて世界観とリアルがやばいっていうそういう斬新さ、リアルさ、これで逆にね、動物という親しみやすいキャラクターを使ってリアルさと斬新さと世界観、そして作り込みを兼ね備えたね、1マニアックとこがこんなんでどうよ。決定、記念すべき一作目の開発ですね。企画型に、あ、これ決めれるんだ。企画は社内のシナリオライター、経験者が外部の専門、ああなるほど、自社、宮沢隼人、あ、シナリオ14強い、めちゃめちゃ、あ、外注になるんだ。ああなるほど、なるほどね、やっぱ費用がかかると。やっぱとりあえず、やっぱ今、とりあえず1作目なんでね、ちょっとあんまりリスク背負いたくないんで、とりあえず様子見で、雑魚そうな隼人にやらせます。お、企画をまとめ中。これ何のポイント、これ。あ、完了した、面倒、いよいよか、おお、頑張れ頑張れ。あ、今、あ、隼人が頑張ってんね。あし、お、入社希望者、お、なんと3人、お、知り合い多いね。スクロールバーを下に移動すれば過去の職歴が、おお、なるほど。三段腹減ろ、ちょっとこいつ雑魚そうだなこいつは雑魚そうだ。食後のドーナツが欠かせません。じゃあ嫌だ、なんか食べかすとか落ちそう。マリリンシャラボ、お、こいつ有能そうじゃん。グラフィック39、お前どんな知り合いいんの。そんなテニスゲームを遊ぶのが大事、真ん中テニスプレイヤーっぽいもんな、シャラポは。加藤美希介、はいはい、昔からシステム開発しました。なんか意外とこいつコネあるなこれパワーって何なの。これパワーっていうのは単純な腕力、これ違うよな、なんだパワーって。ちょ、シャラポワは急に飛びすぎな気はしている。とりあえず、加藤は、やっと、パイナップルに骨を、多い覚悟だ。加藤、そこそこの年なのになんかそんな、急にポットでの会社に身を埋める覚悟をする。なかなかこいつ伸びるぞ。てかもう全員雇うか、もう。でもこいつ高えな。三段腹はちょっと、どうするのが正解なんだろう。まあ、とりあえず雇用終了しようか。まあ、とりあえず進めてみましょう。とりあえず、感覚で。ついにゲームの開発、お、開始。パソコンから飛び出るのは開発しているゲームのポイントで、面白さや独創性、バグなどがあります。ほう。メイン画面で上下キーを押すと、情報バーがスクロールして、決定キーで詳細見れます。これが今作ってるってことね。アナロンの 8%、ああ、進んでるね。お、いいね、いいね、いいね。これであと待ちってこと、これ。これ同時に作るとかできるのかな、新規企画。あ、なるほど。あ、やれるのは1個だけなんだ。なるほどね。これ受注開発ってのは、あー、なるほど。金稼ぐために、あれなんだ。なんつうの、仕事をやる、受け持つってことね、パイナップルで。行動、宣伝効果、相手、まあ、宣伝はまだできて、何もできてないけど、情報、過去製品、社員一覧見ようか。森田、宮沢、加藤、おお、めちゃめちゃ普通。森田和夫、あ、この、できそうなやつか。意外とみんな三段腹レベルだな意外とみんなさ、でもやっぱりね、何かしらに特化ってか、ここが被ってんね、森田と、加藤がちょっと被ってるから、森田介護しようかな森田介護してなんか有能なやつ雇うべきかして。市場リサーチ、何これ。今期の売上前の、おー、なんか続けさ、まあ始まったばっかだからな。まあとりあえず一回作ってみますか。とりあえずこれ待ってみましょう。お、待って、メッセージ、なんで今 J アラートみたいな音流れたのなんか J アラート流れたんですけど、ピコゲーマガジン最新号、ゲーム業界の動向、入学シーズン終わり、最近は、はいはいはい。ああ、なるほど。夏休み、冬休みは伸びると。YouTube と一緒ですね。みんな夏休みと冬休み頑張るから。あ、この悪魔みたいなやつがバグかな。あ、でもめちゃめちゃ森田頑張ってんじゃん。よくできた。ナイス森田。こいつ森田だっけ、もう名前がわかんねえ。これ森田だっけ、そもそも。社員の教育か。とりあえず、どうなんだろう。新作作りまくるより、一回内政を整えて、社員の、お、開発中のゲームのアルファ版、おお、できた、キャラクターデザイン。あー、なるほど。あ、キャラデザの人も雇い、あ、てかさ、シャラポ雇っとけばよかったね、そしたらね。シャラポアに頼めたのに。グラフィック、とりあえず今回はザコリ、今回はザコリ。とりあえず一回作ってみたいってのがある。そう、内野動物、あの、リアリティのある動物ね。この何、金玉の、絵は何この金玉何なの、これ。金玉マークはこれ何なんですか。情報、この金玉マーク何、マジでわかんね。とりあえずこれで待ってみましょう。めっちゃ疲れてる。大丈夫か、やっぱね、ブラック企業にはしたくないんでね。
めちゃめちゃ森田やる気出してんじゃん。でも俺ね、意外とね、森田ちょっと解雇の意向で動いてる。どうなんだろうね、あのさ、一個の能力特化してるやつがいたら、もうそいつに任しちゃっていいのか、それともそれが複数いた方がいいのか。とりあえずちょっとだからその金玉なんなんだって、本当に。とりあえずその辺のなんか、あれがわかんないんで、ちょっとコメント欄にて詳しい方教えてください。これどういう進め方を してったらいいんだろう。とりあえず一回作ってみましょう。お、ゲームのベータ版来た。お、最後に音楽。いいね。杉山小一に頼もう。社内のサウンドクリエイターか。やっぱあれだ、サウンドクリエイターとかもね、自分たちの会社で雇いたいね。うん。とりあえずザコで。とりあえずザコで行こう。うん。一回ね。やっぱ低品質大量生産で行こう。うん。マジでこの金玉何ねマジでこの金玉何なの。金玉20も溜まってるけど。バグ8個見つかってる。やばいね。期待度4って。全然誰も期待しない。この、何期待度1、1につき1人ぐらいかな、これ。この、会社のメンバー全員すら期待しない。開発の、お、来た完成してきた。あ、バグ取りね。はい、お、なるほど、なるほど、なるほど。じゃあ、とりあえず作れば作るほど成長するって感じだから、作りまくっていいのかな。デバッグ頑張れ。うん。頑張れ、頑張れ。あ、消えた。もうちょい。おお、頑張るね。頑張るね。で、ゲーム会社、社員少ねえな。もっとゲームって。まあ、大手じゃないからなのかな。なんか、もっとね、普通ゲームってエンドロールバーって流れるけどね、普通は。俺らない。しかも多分2人働いてないのね、ここ。俺、ずーっと座ってるだけなの。なんかしろよ、俺。これ、俺じゃあの奥に座ってるやつ。ずーっと座ってんの。あ、来た。1作目のゲーム操作新幹線。来たね。独占制限。なんでよ。動物タワーバトルよ。面白さ13。あ、これ、金玉に、あ、独創性なんだ。あ、なるほどね。あ、やっぱ独創性は高いけど、やっぱりあれか。そこが共存しなかったが、タイトル変更できんの？ゲーム大成。お前、こんなに売れるか。やっぱ動物タワーバトルってそのままだとちょっとなんか怒られそうな気がするんで。何しようかな。はい、ということで、いかがでしょうか。アニマルデンジャラスでいきましょう。よくない？めちゃめちゃ言いやすくない？言いたくなんない？アニマルデンジャラス。ね、今週のアニマルデンジャラス見たみたいなさ、JK の間で流行るぞ、これ。アニマルデンジャラス。見て、めちゃめちゃかっこいいじゃん、これ、名前、ほら。もう絶対売れ、俺、これ売れなかったらマジで、腹け、仕事としてやりました。ね、これ。作り手の、待って。めちゃめちゃ酷評されてね。アイデア面白かった。コケ15点。いいの、これ。低いんか。センスな、お前ら、貴様ら。あ、めちゃめちゃ売れてる。めちゃ、ほらほら、ファン増えてる、ファン増えてる。来てる、来てる、来てる。ほら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 。いや、見て、これ、熟年層、女の熟年層多いな、意外と。あ、ってやっぱ、男の中高生に人気なのね。なるほど。来てる、来てる。めちゃめちゃ売れてる。これさ、売れたってことでしょ、これ。左の。お、1万いったよ。よくねこれ。あ、県外なの。俺さ、基準がわかんない。これ、いいんじゃないの。1万人買ってる無名の、急にパイナップルって明らかにパクリの会社出てきて。明らかに会社のパクリのね、やつ出てきて、2万売れるって相当だと思うぜ。いくらで売ってるか分からんけど。お、しかもめちゃめちゃ金増えてるよ。お、これ黒字いくか。とりあえず黒字ってほしいな。めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。で、この間もなんかやった方がいいのかな。とりあえず社員のレベルをアップさせるか、とりあえず。社員のレベルアップして作ってアップしても、金は気にせず、ちょっと、とりあえず雇用だな。とりあえず、知り合いの、知り合いでスキル高いやつを雇っていこう。左上のフロッピーの絵は現在の研究データ量。うん。研究データ、なるほどね。スキルポイント的な感じね。はい。二人の応募。宮村美智子。いやさ、ビル・ゲイコ、こいつ絶対強いだ。米国ハルバード大学しょ、こいつでしょ。雇い、雇い、雇い。雇い、雇い、雇い。でも全員雇ってこい。もうガン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 。何？あ、なにこれ、雇えないの？人数いっぱいなの？じゃあね。ビル・ゲイコ。覚悟はできていますけど。何？含みを持たせる。なんか、あれだな。すごいバックボーンがありそう。何？最大4人なの？これ、あれ、会社がちっちゃいからってことかな。じゃあ、とりあえずこの、もう、絶望的なジジイを解雇して。お前、この野郎。お前。いつか、パイナップルがドーン来た時にお前、後悔しろよ、マジで。
あのジジイうざかったな、マジで。よかった、解雇して。とりあえずね、俺あの秘書を解雇したい。ずーっと座ってるんだもん。たまにポッて話してくるだけでさ、ずーっと座ってるから絶対無駄だと思うんだよね。んてかガン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 、ガンガン金使って、金やっぱね、金使って金を増やすっていう考え方が俺会社の経営では大事だと思う。お二人いいね。井上構造、うわグラフィック特化、あでもそうだ、グラフィック特化のやつ一人入れとけば外注せずに済むから、こいつ入れとこう。入れるべき、こいつは。オッケーで、誰か解雇すんのね。ね、でこいつプログラム、てかこいつ雑魚ね、そう、てかこれ比べたら雑魚ね。こいつ完全に介護官じゃん、年俸あんま変わんないのに。あ、ハヤト、ハヤトいいや、ハヤトいいや。あごめんごめん、なんか、あなんかごめん、あなんかごめん、なんかハヤトいいやつだった、ごめん。ごめん、あこいつはいいや、とりあえず、とりあえず今社員いい感じになったでしょ。うん、宮村ちょっと微妙かな。サウンド特化のやつ一人欲しいな。サウンド特化欲しい。ちょ、サウンド特化してるやつをちょっと知り合いから、多分ね、あのネットとかで探すのはまだ俺早いと思う。だから雇用で、でこれあれか、探すのも500万かかるんだよ、あんまりポンポン打てねえな、まあ、とりあえずあのサウンド、サウンド狙いで。でこれ開発ってもうできんのこれ、新規企画もうガンガン打っていこう。いや一回どうしようかな。なんかサウンドのやつが入ったらちょっとまた作っていきたい。お、めちゃめちゃ、お、サウンドクリエイターレベル3。これレベルっていうのはどういう概念なのわかんないけど、お、じゃあこいつで、こいつでいきましょう。お前また来てんじゃねえかよ、おいおい。え、これさっきと一緒のやつでしょ。お前あんな、なんかあのもう見る、もうでもそろそろやめようと思ってたんですよねつって、お前ちゃっかり、お前行くとこなくて帰ってきてんじゃねえ、お前絶対雇わないかんな。お前は絶対雇わない。待って、んあれ、これさっきの画面どうやって戻すんだ、戻れない。あ、オッケー、よっしゃ、こいつ雇います。まあとりあえず宮村解雇します。あー、いいやつ、いいやつ。あー、お、夢はね、そんなもう、え、アニマルデンジャラスでそんな夢になってんのうち。マジか。もう森田は死ね、シンプルに死んでほしい。お、じゃあレースゲーム、あ、販売終了しちゃった。おー、27,000。でもまあ初めにしては売れた方なんじゃないの。じゃあ分かった、次はもう変に木を照らずに安定でいくわ、もう固くいく次は。じゃあとりあえず、いや今の時代、うわ、あ、ライセンス高え、くそ。高えな。まあ、じゃあとりあえず一回パソコンゲームでバズりを狙おう。え、何これ、あ、一回やったらもうあれなんだ、ちょっとレベルが上がるん。じゃあちょっとパズル、やっぱパズルのパイナップルをとりあえず狙ってこう。パズルのパイナップルで、ちょっと動物パズルをガン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 作っていって、でここもちょっと気張ろうかな。速度とクオリティ、とりあえずクオリティ重視で、速度はちょっとまだ時間かけていい。で、もうこんな動物にこんな世界観とかリアルさとかマニアックさがいらん。いらない。もう可愛さと親しみと手軽さぶっぱでいきましょう。もう俺媚びてくよ、 JK に媚びてくよ俺は。 JK と主婦狙いは。で、あとちょっと社会に疲れを感じてるおじさん、癒しを求めてるおじさんたちが電車の中で、ああいうつらな今日会社っつって、電車の中でちょっとサクッとね、で、あ、パソコンだった。このくだり何回やんだよ。やっぱ手軽さ4の、これでいこう。OK。企画は、これ企画って誰にやんのこれ普通。企画って何これ、シナリオで決まる企画って。関わったゲームあまり売れてないんかい。いや、ちょっと俺この新人のポテンシャルにかけようかな。外注しよう。頑張れ頑張れ。これガチで、俺もてか、もう金385万しかないから。もう破産する破産する。破産するけん。あ、じゃあ、おー、強い強い強い。いいぞ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 。いいんじゃね、よっしゃ、お、なんかみんなも、どことなしか笑顔。なんと、世田谷社、え、ここに来て、新しいよ。お、世田谷新ハード発表会。皆さん、お、こんにちは。ウルトラドライブ。はぁ。はいはいはい。資金余裕全然ねえわ。じゃ、ガンガン使っていくぞとかやってたら、少なくなってきた。え、そんなんあんの？あ、なるほど。やっぱ受注開発も大事なんだね。とりあえず受注開発と開発を交互にやっていくって感じでいいのかな。で、今これ開発中に受注開発とかできんの？アニメの効果音。これなんかコスパ良くね。サウンド30。このこの下のシナリオ、こうサウンド30とか、この辺の数値が俺いまいちまだよく分かってないんだけど、なんか多分、
これこの下の数値が大きければ大きいほど、めっちゃ噛んだけど大きければ大きいほど多分大変だと思うんで、で下はね意外と多分コスパがいい気がする。着信メロディー、あーなるほど、やっぱそれ同じやつ平行にはできないんだ。ほら来て、ほら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 、やっぱ手堅くいくのがいいんだよ。やっぱ JK と修理こびるのみんな、うん、そこが狙い目マジで。可愛い動物パズル作ってはいけんの。開発中のゲームグラフィックアップ、よしやれやれ、いけいけ、ガウ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 。んてか待って、加藤お前グラフィック2だけど大丈夫いやお前大え大いい、まあまあまあ行ってこい行ってこい、何事も挑戦だ。え使う研究で、え何これ、え成功率とかあるんですか。んーお前50、あーなるほどね、40でやっとけお前、40でいけるだろう、いけやれ、頑張れ頑張れ頑張れ、見切つけ、いけ行く、こいつ解雇するわお前死ねよマジでえめちゃめちゃバグちょっとお前かけてたんですけどねえ、俺このもう今からちょっと名前考えとく、何にしようかな、モフモフパズルに俺かけてたんですけどマジでお前バグだらけのゲームやんないよ JK と主婦、クソマジ、うわー最悪かと、もう解雇しますおアルファマン来たね、キャラデザはまあまあそのために、あそうそうやっぱ自社でやっぱ全部やりたいんで、ちょっと長下さんに頼みましょう。なんや動物だな、はい動物ですよ。まあこんなお前そんな妥協するなってお前全力で、えなんか少なくね、大丈夫大丈夫かな大丈夫かな、バグが今のところこのゲームのポイントに次いで2位ってほぼ並んでるけど、バグが楽しいけどその分バグあるみたいなさ、めちゃめちゃ頑張っとる。誰これ、誰だっけこれ、長下さん、よくできた、お帰った、お前らゲームできるまでここに泊まれもうホワイトとか関係あるか、お前売れるまではあれだよ、欲しがりません勝つまでだわ、わだだだだだだ、頑張れもっと、わついにバグがゲームとな、お前バグが一番高いじゃねえか、おいおいバグを増やすね、おいな、何これ怒涛のバグ、ピコゲーマガジン最新号、おあ人気高いんだ、へえ、ウルトラドライブ狙っていきたいね、ちょっと資金余裕できたらね。まあ、とりあえずあれですよ、あ誰っけ、あそうだ、この森山桃子だ、うん、ちょっと全部自社でねやっていこうと思います。頑張れ桃子、いけ、おお来てる来てる、お強くね強くね強くね、お強い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 、えさっきのやつ何だったの、なんかさっきのやつめちゃめちゃしょぼくない、そう考えると、お一気にサウンドが、やっぱ BGM がいいねって実況者に言われるタイプのゲーム、えサウンドアップ、またもう、いやもうサウンド、お前グラフィックだろ、もういいお前はダメしょんぼりごめん、でもねうちももう厳しいんだよ、バグが38個あるんだよやばいよバグ38個って、前回より確実にいい感じだよね、流れは確実にいい感じだと思う。お 100% 来た、お完成した、いいね、バグ取り、いやバグはもうちゃんと取ろう、うん取ってこう取ってこう、おー消えてるけ、いいねいいね、消せ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 、頑張れ頑張れ、お順調だ、いいね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 、消していこう消していこう、うん手堅くいくの大事だね、変に木をてらうよりも手堅くいこう、これからはもうパイナップルのもうまあやれるときはやるけど、今僕らはそんな土俵に立ってないから、もう手堅くいきましょう、手堅くいって資金を増やしてから挑戦する、それがねやっぱ YouTube でも一緒だと思うんですよね、まだ手堅い動画出してちょっと安定してきたら狙ってみるっていうね、うんいいと思います。おバグめっちゃ減ってる、もう少し、お頑張れ頑張れ頑張れ、おはようございます、お前みんなが働いてるんだからもっと早く来いよお前、うちはね休みなんかない、お来た2作品目のゲームソフトついに来たね、あサウンド高い、やっぱあれだね、桃子が良かったね、桃子が、おー新記録いいね、よっしゃ出荷だ、いけうーむ、おほら、お高い高い高い、おお来た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 、えお前センスな、お前タイトル画面よかったそんな感想ある、うん低い点数なんだ、くそー、いやでも売れてほしい、うん、お何今年度は年俸を負担してくるの、おめちゃめちゃ売れてる、来た来た来た来てる来てる、やっぱ手堅さだよみんな、おいやもうこれ新記録でしょ、お21来た、入った、お前意識高っお前初めてさ行ったんだから、お最高売上げ来た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 、おめちゃめちゃ売れとる、10万本いくぞこれ、ぶっていうのか、10万本か、10万本いくぞこれ、うわー、しかも見て5000超えた、いいね、おお
じゃもうガンガン、あれもうこの時点で作れるっけ。じゃもう5000超えたんで、ちょっとじゃあウルトラドライブ行っちゃう、ウルトラドライブ行っちゃうか。ライセンスいきなりまた1400万になっちゃうけど、え、これライセンスって1回取ったらこれあれなの、これ一生使えんの。お、あ、これ1回取ったら多分、あー、なるほどなるほど、あ、毎回その4000万かかんないんだ、なるほどね。でもせっかくなんで、ウルトラドライブで、あ、待って、1800万が一気に赤字だよ。ちょっと待って、ダメ、お前チャート圏外行っちゃった。ちょっとあのもうお前にかけてる、もふも、あ、待って、名前変えるの忘れたくそ、ゲーム第2作で売っちゃった。でもめちゃめちゃ売れてるマジか。いや、もういいや、2000、うん、溜まったから、うん、とりあえずあのウルトラドライブ行きます。よいしょ、1800万で、ジャンルはですね、え、俺ずーっとパズル作り続けんの、俺ずーっとパズルと動物組み合わせていくの。でもさ、人気傘だってさ、これが一番高いからこれ選ばざるを得ないんだよ、手堅くいくんだったら。んでレベル2になって、まあ、そろそろ別のに乗り出して、いや、とりあえず動物パズルのウルトラドライブ版であれいきます、あの手堅く狙っていきます。はい、あ、資金が足りない、あ、うん、あ、じゃあとりあえず受注開発しよっか、とりあえず受注開発、あの落ち着いていこう落ち着いていこう、うん、お、これ高いじゃん。キャラデザインやろうぜ。ゲームに使用するキャラデザ。うん。ちょ、やっていこう。お、アイテム販売して、日本アイテムの。はいはいはい。あ、アイテム。あ、こういうなんかちょっとドーピング的なアイテムもあるんだ。まあ、とりあえず今は、研究レーダーを消費して、誰か社員が炎だ。それダメじゃない？さっきのやる気ゲージみたいなやつね。俺なんか会社燃やされんのかと思った。炎上させられんのかと思った。はいはいはい。あ、作れるゲームの内容を増やすには社員教育、なるほどね。はい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 。シナリオライター、職業ラット、特に内容は、ああ、なるほどなるほどなるほど。あ、ここでいろんなチップスを教えてくれると。うん、社長、キャラデザインの独創性アップ、うん、いや独創性、うん、いっちゃおう、やっちゃおう。だからさ、キャラデザインってこれ他のやつだからさ、よくね、自社の、これ自社のじゃないでしょ。じゃあいいよ、やるなやるな、他に金をかけるなあ、ゲーム第2作は、これ名前つけんの忘れたらマジで悔やまれるお、72000も、お、10万本も近いですね。ということで、まあとりあえず今回はここで終わりにしたいと思います。好評だったら続きます。ということで、あ、ばば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